はい、こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画は棚卸について、一体どうやってやるのが正解なの、棚卸って何だろう、どういう風に実際やればいいのかについて動画で解説していきたいと思います。私はオンラインサロンとインスタグラム、ツイッター、TikTok もやってますので、ぜひ合わせてチェックの方よろしくお願いします。それでは早速動画の方行ってみましょう。はい、それでは棚卸についてどうやってやると成果について動画で解説していきます。本日の内容です。1つ目、棚卸について解説します。2つ目、どうして棚卸が必要なのか、実際の棚卸の作業方法について解説して、気をつけるべきポイント、そしてまとめになっております。私は年明けに2022年1月に本を出版しまして、 Amazon の予約開始してますので、ぜひ合わせてよろしくお願いします。それでは本題の方に行きましょう。まず棚卸とは、商品の在庫の現状を確認する作業です。どういう人が棚卸をしないといけないかと言いますと、商品や製品を販売する人が必要となってくる作業になります。商品の在庫がいくらあるのかカウントをする作業になります。ポイントを順番に紹介していきます。まず1つ目、在庫の数量、数の確認、価値の状態の確認です。この価値の状態というのは、使えない、もしくはね、売れなくなっているようなものがないかどうかの確認をするという作業です。2つ目のポイントです。会計上の数字と実際の在庫の数字が合ってるかの確認する作業でもあります。実際のね、商品の数と帳簿入力している数、もしくはね、 Excel でカウントしている在庫表の数とのズレがないかどうかを確認する作業でもあります。じゃあいつの時点でね、確認すればいいのか。自営業は1月の1日から12月の31日までで1区間1期とします。ですので、一番最後の締めの時点で在庫がいくら残ってるのかを確認します。12月31日時点で在庫がいくらあるのかというのを確認する。これが3つ目のポイントです。さあ、ではね、どうして棚卸でそもそもしないといけないんだろう、それを次のスライドから解説をしていきます。1つ目ですね、先ほども紹介しましたけど、在庫数の確認のためです。要は数が合ってるかどうかの確認ですね。そして2つ目が、売上原価を出すためです。これは売上原価というのはどういうことかと言いますと、売れた商品にかかった経費、要は今期の仕入れ高になります。これ次ちょっとね、分かりにくいと思うので、ここが図で紹介したいと思います。はい、この図を見てください。売上原価というのはここですね。ここを出すために棚卸をしないといけないですよって先ほど解説したと思うんですけど、どうしてかというのを解説します。ここに機種商品の棚卸高、要は前期在庫で残った分が今期また売るので、ここに持ってきます。そして当期のね、仕入れ高があると思います。在庫、ここが期末の商品の棚卸高、12月31日時点でどれだけ残ってるか、ここを出さないと結局売上原価が出ないんですね。こことここを分かってるだけでは、この期末在庫が決まって初めて売上原価が出るってことです。この売上原価というのは、もう少しね、具体的な例で紹介しますと、よく飲食店などが原価率を3割超えないようにしないとビジネスとしてはできないよね、うまくいかないよねっていう目安になるような話聞いたことあるかと思うんですけど、その時のね、原価率っていうのもこの売上原価のことと同じようなイメージで言ってると思ってください。ここの表だけではわからないと思うので、簡単な数字を入れてイメージしてみましょう。例えば1個4000円で商品を仕入れてると思います。今回ね、シンプルに説明するためね、こんな単純な話では実際ないんですけど、あと消費税などの金額もちょっと置いて考えています。1個4000円で仕入れる。で、機種ですね、ここが機種商品棚卸高っていうものなんですけど、前回の繰越高、まあ要は前期の在庫は1個残ってて4000円残ってたとします。そうするとここが4000円ですね。そして当期の仕入れ額は3個今年は仕入れたと、4000円 ×3 個で1万2000円になります。ここが1万2000円ってことですね。12月31日在庫がいくらだったかカウントしてみたら、期末は今期の在庫が1個残ってたと、4000円になります。ここが4000円になりますね。要は売上原価っていうのは、この売れた商品にかかった経費で、売れ残ったものは除きたいということです。今回のこのシンプルな例で言いますと、要は今期は3個売れたってことになりますね。1個残ってて3個仕入れて、1個在庫が残ってたので今期は3個売れたことになります。残り1個は時期に繰り越すので、ここで在庫チェック、いくつ残ってるかをカウントしないと、この売上原価、要は3個売れたというのも出ませんし、時期に繰り越す商品もわからないというふうになります。で、
ですので棚卸しってしないといけないんですよっていうことです。でね、先ほど表を見て説明したんですけど、2つ目ですね、この売上原価を出すためです。売れた商品にかかった経費、こう当期の仕入れ高、かかった仕入れ高はいくらなんだろうっていうのを出すために棚卸しが必要になります。そしてそれには期末の棚卸しが確定しないと売上原価も確定しません。要は在庫、棚卸しをしないと今期の売上原価はわからないってことです。そして3つ目のポイント、どうして必要なのか、売上総利益を出すためです。売れた商品、今言った話は仕入れ額の話をしていて、実際にね4000円で仕入れていても売り値は1万円かもしれませんし、8000円かもしれないということで、売り値っていうのは仕入れ値より高くなる必要がありますよね、ビジネスをするにあたって。そして今回この売上高から売上原価を引くと、実際の商品を売った金額から実際にかかった仕入れ額を引くので、そこで商品を売ったことに対する純粋な利益、儲けを計算することができます。これを専門用語で売上総利益って言うんですけども、この売上げた価格からかかった仕入れを引いたものが商品の純粋な利益、儲けになるかと思います。ですので、この売上総利益を出すためにも売上原価を出さないといけないですし、この売上原価を出すためには棚卸しをしないといけないですし、棚卸しをするためには在庫の数を確認する必要があるということです。そしてこれらのポイントによってね、売上原価の計算をしてね、経営判断に使ったり、もしくはこの在庫棚卸しの計算によって利益や所得が変わるっていうポイントにもなってきますので、棚卸しはとても大事な作業なんです。では実際にね、計算で利益が変わるって今説明したんですけど、どういうことか、ちょっとね実際の申告書のどこに記入するところがあるのかについて解説しながら、もう少しね分かりやすいように説明をします。はい、こちらがね実際の青色申告書決算書の用紙なんですけど、じゃあどこに棚卸しした作業を書く場所があるかというと、ここの赤いラインのところに記入する場所があります。こちらの方に機種商品だとか仕入れ高、そして在庫の数を書くとこがあるんですね。そしてこれを売上高から、まあ、足したり引いたりしてここの金額を出すわけです。ということはですよ、ここの欄に記入するべきことをしていない、もしくは棚卸しをしていない、まあ、棚卸しはしたけど書き方が分かんなくて、例えばここ書いていなかったとなると、ここのね売上総利益、まあ、売上からね純粋な原価、売上原価を引いた金額からさらに経費というものを支払っていきますので、租税効果や水道光熱費等々消耗品などこれからさらに経費を引いていくわけです。この金額を差し引いたところがこの所得金額というもので、この所得金額に対して税金がかかってくるっていうイメージだと思ってください。そうするとここの計算が漏れているということは、所得金額も変わってきますし、その所得金額が変わってくるということは税金の金額も変わってくるということになってしまいます。これでね、棚卸しって必要だよねっていう理由が分かったと思うんですけど、じゃあ実際に棚卸しってどういう風にやればいいのかっていうことを次のスライドから紹介していきます。はい、棚卸しの作業方法についてです。先ほど言ったように12月31日現在で在庫を確認します。棚卸し表というものを作るとすごくスムーズになります。皆さんこれねぜひ作ってほしいと思います。ちょっと次スライドでねどんな表かを紹介します。はい、このようなものが棚卸表というものです。例えですので、ね、細かい表記のルールっていうのは決まってないので、これと全く同じものを作らないといけないというものではないので安心してください。要は最低限何が必要かになりますと、商品名、数、単価、そして金額を書く欄があれば OK になります。ですのでこの表でいくと、ここに商品名が入りますね。番号を控えたいとか他メモしたい項目がある方はこのようなというふうに自分でアレンジして作ればいいと思います。必要なのが数量、数ですね、単価が必要になります。でそれを掛け算して、いくらのものがいくつ残ってるかっていうのを計算して金額を出します。これを全ての商品残ってる在庫のリストをピックアップして、合計額を取って、さらに全体のトータル合計をするというのが棚卸の実際の作業になります。例えばワックスが5個残っていた場合、ここの品名にワックスと書いて、まあ、ここちょっと飛ばしますね。で5個で単価が800円でしたと、まあ、仕入れ値が800円でした、800円って書くとここの合計が4000円になるかと思います。こんな感じで棚卸しを作っていけば OK です。そんなにねすごく難しいって話ではないと思いますので、棚卸し表コツさえ分かれば簡単にできると思いますので、ぜひ皆さんね効率のいいように自分でやりやすい方法を見つけてやってみてください。もちろんねこの棚卸し表っていうのは手書きのメモでも OK です。また便利なんですけど、 Excel などで一覧表にしておくと、毎年毎年このね商品をリストアップするっていう手間が省けたりしますので、必ずねよく在庫で残る
るもの、必ず仕入れているものみたいなものは商品の一覧をもう入れ込んでおくと、毎年やるときに手間が軽減されると思いますし、効率化になると思います。はい、そこでもう一つポイントなんですけど、仕入れた値段を800円っていうふうに例では紹介したんですけど、この評価の方法にはルールが実はいろいろあるんです。どういうことかと言いますと、仕入れ値っていつも800円とは限らないですよね。今回は800円で仕入れてたけども、今度の時には値上がりしていて850円だったっていう時もありますし、同じワックスなのに高い時と安い時とあったりするかと思うんです。そういう時にどうやって計算評価をすればいいのかっていうので、いろいろとルールが決まってるので、そのあたりのルールを紹介します。棚卸表を作る時には、この仕入れた金額を把握しないと金額が出ないですよね。先ほど言ったように、毎回仕入れの価格が同じとは限りません。じゃあどうやって評価すればいいのか、評価方法について簡単にね説明したいと思います。2つ方法があって、原価法と呼ばれるものと定価法と呼ばれるものがあります。原価法はこのように個別法、先入れ先出し法とか、総返金法、移動返金法などなど、たくさんの、この他にもねまだ種類少しあるんですけど、いろんな方法があります。そして定価法、もうねこう言われるとね、皆さんで、ね、何どういうこと、もうわからないってなると思います。なので大手のね企業とか、まあ例えば薬局とかスーパーのように品数が多いとかいうことはあまりないと思うので、そこまでね商品をねたくさん抱えてる、もしくはたくさん仕入れるってことはないかと思いますので、自営業の場合基本ですよ、絶対これではないんですけど、個人的に個別法でいいんじゃないかなっていうふうに思います。ですので他の方法はとりあえず一旦忘れて、まあこういういろんな種類があるよっていう、でもしねこの方法を使うときには届け出をしないといけない場合、ルールなどありますので、あとそちらの方はねご自分で調べていただいて、今回は一番シンプルな方法のみ紹介します。個別法っていうものなんですけど、これは一つ一つ管理して評価をしていくってことです。例えばさっきの例のワックスでしたら、800円で仕入れた時には800円で、同じワックスの時3個仕入れた時に850円だったっていう時は850円っていう風に書いていただいて、どのワックスが売れてどれが残っているのかっていうのをカウントして一つ一つ管理していくっていうのが、この個別法という評価方法です。もちろん手間と管理がかかります。一つ一つ見ていかないといけないので非効率ではあるんですけど、シンプルで一番簡単で分かりやすい、まあ初心者向けの方法だと思うので、基本的に自営業は個別法で棚卸をしていけばいいのではないかと思います。そしてもちろんこの評価方法によって、先ほど言ったね計算の結果が変わってきますので、それによってまたね所得の金額など税金の金額などが変わってきますので、もちろんねこういうビジネス場合はこの方法の方が有利だよねみたいなことがあるんですけど、そこまでねやってしまうとね説明しきれないのとややこしくなってしまうので、サクッとね個別法でいいんじゃないですかっていうので終わりたいと思います。とにかく残っている在庫が何が残っているのか、いくつ残っているのか、そしてそれのね仕入れ値をかけた時にいくらなのかっていうのを棚卸表の一覧に記入していって、トータル金額を取ればいいかと思います。最後気をつけるポイントです。棚卸はきちんとしましょう。たまにねやらなくてもいいんじゃないですかっていう方いるんですけど、今言ったようにね理由を聞いたように、あ、棚卸って必要だなっていうことが分かったかと思います。ビジネスでね在庫管理をするっていうのは必要ですし、売上原価を出すために棚卸は必要ですよっていう説明もしたと思います。棚卸によって利益や所得が変わる項目であるため、きちんとやらないと金額が変わってきてしまいますよっていうことです。そして4つ目のポイントなんですけど、利益や所得が変わる項目がゆえに、税務調査でも棚卸は必ず確認される項目、チェックポイントとなっています。利益や所得や税金が変わることで税額が変わってくるので、必ず税務調査で棚卸があるような業種の方は棚卸をしているんじゃないか、きちんとできているんじゃないかっていうチェックが入ります。はい、まとめです。ですのでね、棚卸は必要です。そしてコツとしては、棚卸表を作成してやるとスムーズにできるかと思います。どうしてもね経営のためにも必要な作業になります。先ほどね在庫管理のため、売上原価のため、利益や税金が変わってくる、税務調査のためって説明しましたけど、経営のためにも必要な作業となりますので、ぜひ皆様12月ね31日でやりましょうということですので、年末頑張りましょう。はい、それでは本日の動画は以上になります。チャンネル登録の方よろしくお願いします。また感想や高評価ボタン、グッドボタンを押してもらえると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。あと私はインスタグラム、ツイッター、TikTok もやってます。インスタグラムはフォロワーが 1.2 万人、 TikTok はフォロワーが 5.7 万人になってますので、 URL から飛べるようになってますので、合わせてチェックの方お願いします。はい、そしてもう一つです。 Amazon でね予約が開始しています。 TikTok の、ね、経理、節税、Q&A ということで、フリーランス1年目のバイブル、もうめんどくさいこと、もしくは必要最低限のことをギュッ
っと一冊にまとめた本になってますので、ぜひこちらも概要欄の URL から予約できるようになってますので、ご予約の方よろしくお願いします。今ね、 Amazon の税金ジャンルっていう部門で新着の本、まだ出てない分野の本の中では第1位を獲得しています。そしてこのようにね、今回しおりを作ってしおりを挟んでおります。あなたのビジネスがうまくいきますようにってお守り的なしおりを入れてあります。ぜひ2020年の1月発売予定ですのでよろしくお願いします。はい、そして私はオンラインサロンを運営しています。税理士川南のオンラインサロンということで、メリットが3つあります。1つ目がオンライン上で税理士に質問相談ができること。顧問料に比べると圧倒的に安い10分の1ぐらいの値段でオンライン上に税理士を味方につけるってことが1つ目のメリット。2つ目、定期的にサロンズームを開催しています。ズームでね、あのサロンメンバーさんと情報交換をしたり、異業種交流の場となっていて好評です。そして3つ目のメリットは税理士の裏側を公開しています。普段私がどういうことを考えてビジネスをしているのか、あと SNS、YouTube や TikTok の裏側、 SNS で集客をしている方法などなど、あとね、新しい税金情報などなど、税理士のね裏側を公開しているのはオンラインサロンのみだけになりますので、ぜひオンラインサロンの方ご検討いただいて参加お待ちしてます。はい、それではいつも最後まで見ていてくださってる方ありがとうございます。 Amazon の本ぜひよろしくお願いします。本日は以上になります。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。